したのマイッキー。おならが止まらなくなっちゃったんだ。え、おなら？なんでそんなことになったの？このさつまいもを食べたら止まらなくなっちゃったんだ。さつまいも？まさかそのさつまいも伝説のおなら芋じゃない？おなら芋？おならが止まらなくなるさつまいもだよ。何そのさつまいも、すげえいらねえじゃん。あ、いいこと思いついた。え、何？ちょっと何か歌ってみて。え、歌？なんでこんな時に。いいから、じゃあグレンゲ歌ってみて。グレンゲ？グレンゲって鬼滅の刃の歌だよね。わかった、それで治るなら歌ってみるよ。うん、早く。じゃあ行くよ。どうしたって消せない夢も止まらない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。え、なにこれ、おならがヌリヌリなんだけど。すごいじゃんマイキー、おならの刃だったよ。なにおならの刃って。じゃあ次はアイドル。アイドル、推しの子の歌だよね。オッケー。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル、今回現れない一番星の生まれ変わり。すごいすごいよマイッキー、おならアイドルだね。おならアイドルってなんか嫌だな。じゃあ次はドラえもん。ドラえもんね、よし行くよ。ドド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 ラえもん。すげえ、おなら連発じゃん。おならもんだね。誰がおならもんだよ。じゃあ次はダンスホール。いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛を知ることがまたできる。イエーイ、おならホール最高。ちょっとさっきからバカにしてない？なんなのこれ、歌ったって治んないじゃん。何させたいのよ。っていうかマイッキーがおならしまくるからめちゃくちゃ部屋が臭くなっちゃったじゃん。せいちくんがやらすからでしょ。ちょっとこれどうにかして。え、せいちくん、せいちくん大丈夫？せいちくん気絶した。ちょっとしっかりしてよせいちくん。せいちくん、でもおなら止まんないんですけど、もうこれどうすりゃいいんだよ。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後